こんにちナッツーピーナッツくんテッシュ今日はなんとゲームをやっていきます。なんの漫画音読クイズゲーム。なんだそのバカっぽい名前は。バカなのか。漫画とかアニメのセリフを音読だけで何の漫画かアニメかを当てるゲームです。黙読しろ漫画は。面白しろじゃない。あなたが読んだ、はい、漫画、音読した漫画を当てればいいんですよね、はい、僕が。そう、交代交代で。あ、交代交代でね、はい、で、1個正解するごとに10ポイントね。オッケーオッケー、ちゃんと読んでくださいよ。はい、セリフ改ざんなしね。もちろん。じゃあ、じゃんけん、先攻後攻じゃんけんね。はい、最初はグー、じゃんけん勝機、あいこでパー、負けた。敵は一人、お前も一人、何を恐れることがある。恐怖を捨てろ、前を見ろ。進め、決して立ち止まるな。引けば老いるぞ、臆せば死ぬぞ、叫べ。引けば死ぬぞ、臆せば死ぬぞ。ブリーチだわ。正解。うっしょ、マジ全然待って、マジで適当に言ったんだけど。え、嘘若干聞く知らない、当てずっぽ。いや、はい、名シーンじゃん。引けば老いるぞ、臆せば死ぬぞ、誰と叫べ。誰が誰とどうなってどうなって。我が名は、我が名はアントニオン。誰だ誰だアントニオンって。ポンポコの漫画ではそうだわ。ザンゲーツだろな。最近ね、藤井葵ちゃんがブリーチハマってたよ。藤井葵ちゃんブリーチ似合うな。はい、じゃあ次ポンポコね。はい。買ったんだよ僕一人で、もう安心して帰れるだろ。リピートアフターミーですか。ああ、余裕余裕、分かった分かった。マジ余裕だわ。マジなんでそんなドラえもん。おお、ジャイアンにボッコボコにされて、ボッコボコにされるシーンね。完膚なきまでに。あれもう今ツイッターにあげたらもう一発で炎上。スーツがお釈迦になった。わかりますか。もう一回お願いします。ドゥイーン、ドゥル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 。スーツがお釈迦になった。はあ、スーツがお釈迦になった。ちょっと難しいですかね。それポンポコ知ってる漫画。いや、絶対多分知ってると思う、家にあったよ。スーツがお釈迦になった。スーツ着る漫画って相当ないよね。いや、もうその思考ダメ。スーツがお釈迦になった思考ダメ。スーツっていういわゆるスーツじゃないから。あー、わかりました、わかりました。これわかった、ダンツですね。正解。よっしゃちくしょう。あれ読んでなくても雰囲気でわかるもんだね、知ってたら。じゃあ次行くね。これサービス問題だからね。はい。君は君だよ、君らしくなんて曖昧なものじゃない、何やったって変わったって関係ない、君はどうせ君だよ。うるさ、この君率。うるさ、めっちゃ肯定してくるな。感動層すべて肯定してくれるんだよ。宗教勧誘かな。違います、やめてください。怖いな、感動のシーンなんでやめてください。あ、わかったわかった、4月は君の嘘。チェックしてます。じゃあこれ結構難しいですよ。はい、言います。はい。この上のカメラからも横のカメラからも映らない、そして後ろからは僕の背中で映らない。右で方程式を解き続け、左手でポテチを取るふりをしながら、焦らず素早く一文字ずつ書き込み、ポテチを取り食べる。あ、なんかわかるかも。待って、この名シーン中の名シーンだよこれ。嘘でしょっていう。なんかわかりそうだな。方程式解いて食べるんでしょ。災難みたいな。あ、サイキックスオの。あ、そう、サイキックスオの災難。うわんねん。なにデスノートだよ。あ知らないこのシーン。デスノートが知ってるわ。デスノートか、うん、知ってる。デスノートか。僕を人殺しにしないでくれ。殺したくないんだよ。何それ。人間と戦いたくないんだけど、人間を殺したくないんだけど。人間じゃないの、言ってるやつは。人間と争いたくないって。人間と争いたくないよ。僕は人間のはずなのに。妖怪人間ベム。ちげえ。東京グールだよ。東京グールか。よし、じゃあ行きますよ。はい。その打球、消えるよ。もう余裕じゃん。テニスの王子様でしょ。はい、正解です。
ね、いいでしょ、骨折しよ。何それ、何の漫画。ね、いいでしょ、骨折しよ。骨折漫画、ウキウキな感じで骨折しようっていうやつある。あ、ウキウキだよ。でもマジで最高なやつじゃん。じゃあもう一個同じ漫画から同じんだね。はい。明日の出荷は仕方がない、命はくれてやる、でもその他何一つ譲る気はない。あ、わかった、わかりました、すいません。あ、もういい、約束のネバーランド。はい、出荷まで言っちゃったじゃん。銀の3時かと思ったけどね。お刺身食べたいな。パチンコやめたら、パチンコやめたら退屈で死んじゃうよ。じゃあお刺身は我慢しなきゃ、食べたいな。はい。全然わかんない。いや、この状況ね、絶対わかると思う。もう象徴的、このお刺身食べたいな。はいはい、カイジ。あ、残念。あ、正解はパチンコ屋に取り立てに来る闇金牛島くんでした。闇金牛島くんか、言おうと思ってたんだ。お前が世界のどこにいても必ずもう一度会いに行くって。何それ、聞いたことあるような気がする。絶対聞いたことあると思う。言おうと思ってたんだ、お前が世界のどこにいても必ずもう一度会いに行くって。名シーンですね。ワンピース。違う。じゃあこのあれの他の出すわ。見ていたはずの夢はいつも思い出せない、冒頭ですね確か。もっとヒント出すよ。はい。大事な人、忘れたくない人、忘れちゃダメな人、誰だ誰だ誰だ、名前は。君の名は。君の名は。よかったわ。君の名は。正解。しゃん。何いい人ぶってんだよ、そんなにかっこよく死にたいのかバカ。少年が腐ってるのに今更天国に行けるとでも思ってるのか、このアホが。おい、え。このね、この口調ですよ。え、もう一回言って。何いい人ぶってんだよ、そんなにかっこよく死にたいのかバカ。少年が腐ってるのに今更天国に行けるとでも思ってるのか、このアホが。めっちゃ言うじゃん。おい。ボロカス言ってんね。でも聞いたことあるわそれ。で、でもそれ多分嫌味じゃないよね確か。いや、もうこういう状況、すごい、ね、状況が状況だけに、ね、感覚で覚えてる。確かに嫌味ではないよね。別のシーン読んで。別のシーン、はい、いきます。はい。マフラーを巻いてくれてありがとう。あー、分かったかも。え、ミカサ、進撃の巨人。正解だよ。あ、やったちくしょう。やったー。マフラーを巻いてくれてありがとうってだけだよ。あー、なかった。勝ったー。ちょうどいい問題を見つけるの大変ですね。あ、でも自分の読んでる同じジャンルの人たちだったら楽しいだろうね。そうそうそう。はい、ということでポンポコの勝利。さあ、なんか買ってくれんの。いや、なんも買わねえわ。あ、じゃあ商品としてワンピース14巻を差し上げます。14巻だけ。はい、ワンピース14巻。一応もらっとくわ。いや、もらうな。一応もらっとくわ。一番いらないだろ、ワンピース14巻。どうせ全部知ってるわ。サンジ仲間入るとこ。14巻だって買ってこいよ。アラバスタ行くぐらい前だ。14巻だって買ってこいよ。いらないだろ、やめろ。一応買ってこい言ったじゃん。いらない、チョッパー入るとこぐらいだろ。いらないよ。ブックオフで10円ぐらい持っていく。ビビ登場するとこあたりだろ。本当に14巻そうだったらすごいわ。じゃあね、バイバーイ。さよならー。今度やってみてねー。